じゃあ今日はね、しょうもないと遊ばせていただこうかなと思います。それでさ、あれだよね、シーズン4来たよね、ついに。で、あ、敵いんな、そこに。まああれはいっか、無視でいっか。で、あとで俺設定変えました。なんかね、こう何、足音とかこう画面に表示される設定にしてきました。それでね、何を落としたんだっけ。で、今シーズン4来たじゃないですか。でね、俺ね、バトルパス買ったよ。ほら、ってこれだっけ、これってあれだっけ、バトルパス買ったらもらえる衣装だっけ。まあわかんないけど、とりあえずこれつけてます。で、ちょシーズン4ってかめっちゃ落とすんの。ていうかシーズン4ちょっと目標決めたんですけど、バトルパスのレベル、あれ100まで上げるっていう。で、意外と緩い目標なのかもしれないけど、俺はね、その目標を立てて、まあ、実行していこうかなと。あのね、シーズン3あったじゃん、俺あれね、バトルパスのレベルね、100まで上げられなかったんだよ。昨日の時点でバトルパスのレベル 81? これいんな、ここいるっしょ。なんかわかんない、なんか足音しなくない。なんかこの設定に変えてからなんか足音全然わからなくなった気がする。ていうか俺この設定に変えて初めてやるんだけど、なんかいない、これ、あれ上にいない、これ、人、あれ違います、あれなんかいません。ていうか長所とかのさ、チャージ音聞こえるんだけど、いやこれ下にいるな。いやなんか今そこに建築あったな、ほら、うわ、これ絶対上にいるじゃん、ぶっ壊してる、あれいない、あれ。で、どこまで話したっけ。で、そう、昨日の時点で俺のバトルパスのレベル81だったんだよ。で、まあそれちょっと100まで上げようかなと思って一回やったんだけど、あまりにもだるすぎてやめました。もうだるすぎて、ここいるわ、絶対ここいるわ。これなんだっけ、この辺なのでさ、建築壊せんのよね。はい、いらっしゃい、やっぱいない、あれどこだ、敵、何このチャージショットガンの音、何怖いねんけど、すごく、あ、収まった、収まってね、何この音、いるいる、ええ、あ、もしかしてこの人が何チャージショットガンの音出してたの。あ、なんかあれだね、はかないね。あのさ、さっきさ、待機場俺ブラブラしてたんだけどさ、あれなんだよね、ブラブラしてたらなんだっけ、ポンプショットガン、あれが置いてあったんだよね。もしかしてポンプショットガンでさ復活したの。でも俺いるとこかぶってるよ、君。あ、オッケーオッケー、これかぶしてくんないやつだな。オッケー、まずここの宝箱、こっから美味しいものをいただくと。ピストル弱すぎる、武器として弱すぎる、これ素手で戦った方がマシな武器な気がする。これいないよね、敵いないよね、足音しないもんね。あ、見て、あ、ポンプショットガンだ、みんなやった、俺ポンプショットガンちょうど今使いたかったんだよ。これってさ強いっけ。なんかコンバットショットガンが強いのは俺知ってるんだけど、ポンプショットガンに関してはよくわかんないんだよな。ちょっと使ってみるか。ん、待って、いるな、敵いる、これどうしよっか、これ敵いるよ、どうしよっか、ちょ、ここに隠れよ、みんな、ここに隠れるのどう、これ最高の提案じゃない、おいで、殺すから、はっ、それはまずいって、それはまずいって、それはまずいって、俺もそれは返すぜ、いや、痛い、あ、待って、ここ敵いんな、っていうかみんさ、見てくんない、この俺の武器、さっき家一軒あさったらさ、ポンプショットガンしか落ちてなかったんだよね。だからポンプショットガンって何？そんな脇率いいの？で、ここ敵いるんだけどさ、どうする？家の中いるんだよな、まだ。なんか妹してね、こいつ。それぶっ殺していいんだけど。どうしようか、これ。俺戦いに行ったらぶっ殺されるのもう分かってんだよな。うわ、どこいるかな、これ。みんなどうする？助けてくんない？いや、これ待って。外出たな、多分。あ、外出たな。いや、家の中戻った。なんだあいつ。え？あ、いるわ、ここ。あ、ここにいたのね。ちょっとさ、俺、ポンプショットガンで、一人殺したいんだよ。いいっすか？だって、なんか別のやつ来てない？うわ、もう、別来たじゃん。お願いします。ちょっと、心下に。変な。うわ、これが噂のポンプショットガンですか？いや、ヘッショで100ダメ！最高！あ、いった、誰あなた！はぁ、ちょ、さっき、ちょ、気づいたことあるんですけど、なんかここに謎の光あるんだよね。これ何？俺わかんないよ。え、なんか人いるんだよ。え、これちょっと引き殺していい合図。あ、もしかして、あ、なんかそっちのいる。え、何ここ、なんかめっちゃ激戦区になってない？なにこれ、新ランドパーク、クイーンジェットパトロール、デルタフォン。なにこれ、やばい、降りちゃった。どうしよう。みんなどうしよう。ちょ、俺何も考えずに降りちゃった。そこに敵いるんだけど。なんだ
あいつ、なんだあいつ、なにこの人、物資に変わっていった。ちょ待って、その物資俺が使ってやるよ。あ、これショックウェーブなんちゃらってあれじゃん、なんだっけ、ショックウェーブガンだっけ、あれのやつじゃん。で、あそこに敵いるな。あ、降りてきた。うわ、チャージショットガンだ。俺削除しろっつったよな、エピックさんよ。よー、もう今日はね、この謎の光のところに最速で降りて、え、なんかよくね、終わろうかなーと思います。で、なんかいるんだけど、は、何、え、あれなんかもう人降りてね、え、あれボットでしょ、絶対。で、この光は一体何、お、シールドポーションしてる。あ、人がいる。あ、こんにちは。いや、おー、ちょ、僕違いますよ。いや、なんか撃たれるわ。これあれか。なんかロッカーみたいなところで隠れられるやつか。これあれか。なんかなんだっけ、ザ・オーソリティみたいな、変なやつらみたいな。そういうやつか。なるほどね。あのさ、ちょ、もう一回リベンジさせてくんない？さっきこの飛行機の中にあった宝箱ね、思いっきり呆れたわ。どっかのロッカーで隠れないと呆れない仕様かなと思ったけど、全然違った。で、これ多分敵降りてんよね。なんか、あ、え、これあれじゃん。なんだっけ、これ。なにこれ、バンデージバズーカ。なにこれ、撃ってみよう。あれ、はぁ、はぁ、なんだこれ、なんだこれ。あのさ、さっき俺のこと倒した人の衣装覚えてる？あれフリーフォートナイトカップで10ポイント稼いだらもらえる衣装のやつだよね。俺あれ届いてないんだけど。ねえ、なんであの人来てんの、ずるくない？で、これ敵さ、うわ、そっちいんな。こっち来てないから誰も。ちょ、俺さ、マジでここのアイテム取って、こいつら全員ぶっ倒してみてんの。で、あの、フリーフォー、痛い、フリーフォータイトカップの衣装、ドドドドドドドやったらもらえるんですかね。ちょ、ほんとに君たちうざい。なんだこいつ、SP が、ちょ、はぁ、あの、今、フォートナイト再起動してきて、タルトタイクイーンの衣装もらえるかなと思ってロッカー見たんだけど、なんもないし、この画面のところにもなんも来てないし、で、ちょ、最後、この希望の競技のとこ見たけど、別にここにも何もなさそうなんだよね。ここ。これね。で、ちょっと俺の戦績見せてあげるよ。ビッグロイ0の、倒した回数8の、順位0ポイント。ゴミじゃん。で、俺44ポイント稼いだのよ。で、これさ、どうやってもらうの？本当に衣装。な、ここら辺からもらえんの？賞金と報酬ってとこあったけど。で、これ何これ、なんかこれ、なんか あれいいことあんの？ここ見ると。特に何もなさそうっすね。こっからさ、もらえないの？俺もらえないんだけど。多分ここクリックしたらもらえるみたいな。そんな感じじゃないの？俺さ、もらえないよ。え、僕やりましたよ、このカップ。え、僕やったんですけど、あれもしかして僕のやったあれってなんか違うやつでした？あれもしかして俺がやってたイベントって違うのかな？ねえ、助けて本当に。ねえ、もうさ、俺に衣装くれよ。俺この衣装のためにやってたんだぜ。